はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、はい、まあ、サポーティングなんですけど、だいぶ渋くなってきたでしょ。渋いっす、はい、ちょっと太陽待ちを、あー結構待つ感じで、はい、追う釣りっていうよりはちょっと待つ釣りの方、はい、やっていこうかなと思います、はいはい、まあ、ナイトウィキング今日欧州一発目、欧州一発目ですね。で今ちょうど下げ始めのタイミングなので、あーいい時ですね。ワンチャン回遊してくるんじゃないかな、はい、ジョンがですね、ジョンジョンジョン後ほどマークも参加するそうなんで、はい、ですね、お楽しみください、はい、それではちょっと2人で先にやっちゃいましょうか、はい、いきますよ。勝手にサボってくわかるわこれ、帰れ帰れ帰れ。はい、ポイント入りました。右に流れるね、いいんじゃないですか。高島設定やったとけど、高島じゃなかった、確実に。そこの場所は行ったこともない、存在もせん場所やったのに、その場所記憶しとっとさ。室内に海ごたん川ごたとの通っとって、釣り公園みたいな。でそこでイカ釣りするポイントと、もう一個はその島に入ってすぐの池みたいな、海みたいな。起きてから、わあの場所絶対覚えとるって、どこやったっけどこやったっけと記憶ば辿ったら、前夢で見た場所やったっていう。潮の落ち着いた、それイカちゃうん、イカやん、イカですよ。あ当たった、当たったな。見えイカ乗ったとけど、めちゃめちゃ疲れはったとった、化粧ボロボロ、キロ弱ぐらいか、800ぐらいか。まあまあまあ、やるやる。イカ釣れました。うわでかいでかい、結構でかい。釣れたですか。釣れましたね。見えるかな。おお見える、うん、おー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 。ふざけてね、ちょっと焦らずね、ドラグを緩めにしてですね、はいはいはい、ちょっと楽しむ感じで、うわいいな、楽しみましょうね。うん、いったんだ、うわー怖い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 、やばい。あ今 BGM 緊迫した BGM、 ないぐらいか。またまたとか言うの、またかい。おー入りました。はい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 、よいしょ、来ましたよ。わいいサイズじゃないですか。でも本当に行くんじゃない？行くか。行ってきて。今日こそはグラムですね。あ、全然ないですよやっぱり。800か。これなんですよ皆さん。エギワですね。はい。それ何ですか？これねダートマスターのねラトルタイプ。あ、ラトルがいいのかな。はい。の 3.5。まあまあこれで取れましたね。ありがとうございます。何ですかそれ？イカ袋。こういうのがあるの？はい。ちょっと1枚じゃ。細い。細い。入る？細っ。周りテロテロにだってなるやつ。これ使いようがないね。うん。秋だけだな。確かに。あーほら、もう意味がない。すっごい気味に入ってった。ぬるーんって。来たの？どうも。来ました。来ましたよマー君。来ました。はいはいはい。証拠でもなく。よろしくお願いします。どうも上がっちゃったみたいですね。ええ、とりあえず800ですね。そのライトの付け方なんなんですかそれ？コマンドや。ガメンド。ケブンベーコンです。逃げた、めっちゃ逃げた。ついた。来た、よかった。来たそうです。皆さん。どうなのよ。ああもうちゃんと来た。ちゃんと来た。ちょっとちゃんとついてリンコンチンって来た。
大きいの、うん、いやいやそんな大きくはないんですけど、うんうんうん、ちゃんとのもっと触ってスッと持っていったんであらいい来たと言いました。なるほどですね、はい、手繰り寄せの術ですかね。手繰り寄せたいと思います。張り詰めてます。ジョブさんを来ました。ジョブもジャオジャオ、ありがとうございます。やりましたね、早かったね。一投目やった、はい、え、エギゴなんですか。スロー、スローじゃない、ロングキャストか、はい、あ、了解です、はい、勝手にサボっていく。はい、お疲れ様です。立ってるぐらいいただきました。キロいかないらしいです。ついてましたよ、霊魂が。今年も無理な、もう諦めかけてます、皆さん。俺に元気をあげてください。私も一杯だけ行かせてもらいました。500ぐらいで行かせてもらいました。私、ボタンを押そうかなと思ったよ、これって。なんでだろう、なんでだろう。今日オープニングで言ったんですけど、ちょっと開運待ちを、はい、あー、結構待つ感じで、はい、追う釣りっていうよりはちょっと待つ釣りの、はいはい、開運のタイミングが目に見えて2回あったんですよね。で、1回目僕釣りました。2回目こいつ何したと思います。あ、切れた、あ、逃げた、逃げた、めっちゃ逃げた。あ、あの時か、あれがもう2回目のチャンスですから、はい、バラしたからイカが散ってユースケにそのチャンスがなくなったと、はい、人のせいです。理不尽だわ、理不尽の塊だから横買ってる人で黒縁メガネを買っときましょうね。買ってきましょうね。コマードもコマードも、ードもベッドリつけて、あの こんな感じの髪型にならないといけないでしょ。あれ一回本当にやってみてください。はい、ボディは完璧ですけどね。パーフェクトボディ、パーフェクトボディ、パーフェクトボディ、パーフェクトボディ。私の体がパーフェクトボディと思われる方はチャンネル登録、グッドボタン、ベルマークの方よろしくお願いします。パーフェクトボディ、ご視聴ありがとうございました。どうした、何やねんパーフェクトボディって。